さんよ、ハーバンはよ、ハイチャンネルハイです。ということで今回なんですけども、なんとね、マスターに到達することができたゴッドイズモデッキね、使っていこうかなと思います。これもだね、視聴さんからツイッターの DM でデッキコードをね、いただきました。本当にありがとうございます。まあ、このデッキなんですけど、回してみたらね、めちゃくちゃ天才だったね。マジで楽しかった。これね、インガスパイスクイーンズ、これとインガルピアをね、組み合わせることによって爆速でゴッドイズムだったり読みとか、ここら辺のゴッドが爆速でリンクできて、あとはね、ゴッドボールとかでゴッドも守れるし、ワンチャンね、坂にもね、つなげれるような爆速のね、ゴッドリンクの動きができて、めちゃくちゃ楽しいデッキになってますんで、まあ確かね、このデッキで5連勝 &6 連勝で確かね、マスターに到達した構築だそうで、まあかなりね、まあ、強いデッキだったんで、ぜひね、皆さん使ってみてください。よろしければね、年内チャンネル登録者2万人はね、行ったんだわ。毎回2万人って言っちゃう。いつもの癖で。3万人目指してますんで、ぜひね、初見さんだったり、まだ未登録の方がいましたら、まだね、未登録の割合がね、7割ほどいますので、ぜひね、これを機会にチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますということで、早速試合の方に行きましょう。行くぞ！さあ、対戦の方よろしくお願いしますと、さあ、オープニングハンドなんですけども、スパイスクイーン、超絶究極神スパイスクイーン、読み、インガルピアでね、始まったオープニングハンド。このね、インガスパイスクイーンっていうカード、俺ね、これね、初めて知ったんだけど、このカード。これめちゃくちゃ強いんだよね。何このカードって、もうデッキ提供もらった時に、もう初めて見たわと思ったんだけど、これ見て。読みと出雲のコストがめちゃくちゃ下がるんだよね。これもしかしてみんな知ってた？いや、知らないでしょ。みんなも知らないと思うから、言うわ。改めて。これ、インガスパイスクイーン出すじゃん。これ見て。読みと出雲のコスト見て。俺、すんごいでしょ、これ。4、5です。これね、負けないのよ。このムーブすると。あら、びっくり。もう、出雲大社。さあ、これ、出雲置いて、さあ、行きましょう。まずは、この、読みの3ドローから始めましょうか。リソースされ差をつける。あいつ多分ね、シューゲイザーワンショットだから、あんまり呪文ない。4コスト以下の。まあ、ライフプランチャージャーぐらいだから、まあ、そんなものは何でもいいよと。さあ、クルメル。クルメルは、まあ、世界で一番いいまである。トップがゴッドゲート。まあ、これ暇な確保で、まずは出雲行きましょうか。で、あとはもう3体リンクして、相手が呪文唱えられない、もう全てが勝ち。やばくない？もう早すぎでしょ？もう見たことないね、こんな早いゴッドリンクは。クルメルは本当に世界で一番いいからね。2マナ、何もない。トップ、オブザデックが出雲なんですよね、と。まあ、これはもう、言わずもながら。言わずもながらってなんだ。まあ、これはもうサマソニアとオメガの3体リンクいけますかね。まあ、マックスだと、まあ、ちょっとまあ意味がわからないんでいいです。こっちで。しかもこれサマソニアをゴッドリンクすることによって、めちゃくちゃリソースが回復できる。で、あとは、超絶究極神のコストも下がってるから、あ、これ超絶究極神じゃねえわ。超絶究極神をリンクして、あとはサガだよね。すごいでしょ、このデッキ。マジで天才だと思うわ。早い！まあ、マスターに行っただけあるわ、このデッキは。究極神来すぎじゃない？さすがに。相手もなすすべないんじゃないの？これ。あと読みリンクして、あと超絶究極神の着地待って、あとサガトップしてくるだけ。殴っても勝つそうだけどね、これね。はい、ってことで、はい、スタートしたー！もう相手何もできないからね。このデッキ強すぎ。さあ、対戦の方よろしくお願いしますと、さあ、オープニングハンドなんですけども、なんか新しいゴッド、インガルピア、ゴッドゲート、出雲、ゴッドゲートでね、始まったオープニングハンド。インガ出雲かな、まあ、理想ムーブとしてはね。相手のデックタイプ見ていきましょうか。フェアリーライフ。なるほど、なるほど。もうライフを置いてくるということは、ゴッドゲート引き継ぎじゃない？2ターン目ブーストが、まあ、他にも潤沢ですよと。まあ、言ったところで、まあ、2ターン目ブーストからの、あ、ワンチャンこれはビマナですかね。まあ、ビマナだな。2マナ使ってブリマスター、ジャスミンとトワリュー。ジャスミンは珍しい。なんかピクシーライフとか、ダンシングフィーバー。まあ、でもこれは確実にビマナっすね。トップがヨミ。まあ、出雲、じゃあ、インガ出雲ヨミ。まあ、でもね、ここ、ちょっとね、インガ出雲だと、まあちょっと間に合ってないんだ、ステイゲン。そして、ジャスミンティー。はい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 。
が大きく育った結果が蜜月ブースト。なんかあいつ尖ってんな、構築が。あーちょっとおっせえな、インガスパイスクイーンズ。さあまずは行きましょうか、インガルピア。でまあ、このことによって、まあ、次読みがいけますね。で読みを置くことによって出雲がいけるんですけど、まあ次トップ濁んなかったら読みから入りたいかな。だからこれダンシングフィーバーだったら終わりだ。あーすーんごいんだからもう。ダンシングフィーバー強すぎ。こっから入れる保険あるんですかと。あるんですよ。まあ、こうなると読み置くしかないんですよね。読み置いて出雲しかない。濁ったらね、濁るんかいと。濁るんかいと。あーどうすっかな、でも。まあ、でもね、これ、フェアリーシャワーとか、ピクシーライフとか、ドン水とかをもう封じなきゃいけない。どうすっかな、劇も落ちてないしね。これね、暇直せたら、もう劇で行ってもうランデスして勝つみたいな、もうヤクザみたいなムーブできるんですけど、まず出雲っすね、ここは。まずシャワーとか、フェアリーライフとか、もうピクシーライフとか、ドン水とか、いろんなものをね、封殺しなきゃいけないんで。で、あとは、お茶にこう、ソーラね、あったでしょ、フェアリーシャワー。あー、どうすっかや、これは。もうこれは、行くしかねえか。あー、インガインガでも次3体リンクでもぶち勝つしかねえのかもしんねえな。ワンチャンバキ食っからね、これ。バキさんが。バキバキして。でも、ハンターが弱いんだよね。マナに落ちてるハンターが。全然落ちてない。トワリューしか落ちてないから、逆にここバキであったとしても来ない可能性が全然あるね。だって弱いもんね。だからトワリューだけだもん。なんでここはもうインガインガで、インガインガじゃねえ、この、なんだっけ、このシスターズシスターズで、コストを下げながら、もう3体リンク、呪文唱えられませんよと。まあそういうムーブに、まあ、していくのもまあありなんじゃないかなといったところでやっていきましょうか、こんちは。迷って、バンベイトーベイだったらリタイアするわ。オリーブオイル。はい、油、カタブーラと関係ない。世界で一番。トップ、オブザデックが出雲。まあこれはリンクしましょうかね。でもこれは一旦、マックスでいいか、これは。いや、サマソニアでよかったな、ごめん。サマソニアでリソース回復してもよかったかも。あ、でも一旦これマックスで縦2枚追加できるから、これ。最悪なケースを想定しようか。これプレミアじゃないからね。縦を増やすことによってマックス値を消してます、これ。あー、これね、やっぱプレミア、いや、これね、やっぱプレミアじゃないんだよね、これは。やっぱサマソニアは、にわか。すいません、プレミアです。さあ、オメガ行きましょう。まあ、どっちでもいいかな、これマックスでも。でも、オリーブオイルにマックス使うのはもったいないけど、これでやっぱ5枚ブレイカーになるからね。ああ。で、また次、出雲でいいしね。まあ、次、逆にサマソニアでいいからね。あ、なんでもいい、もう。勝ったわ、これは。11万だ。バンでももう大丈夫だからね。ああ、すごいね。で、これ、超絶究極神でしょ？悪、善。善悪ですよ。で、あとは、皆さん、お待ちかねですよ。何を持ってくるか、わかりますよね。サガ持ってくれば、サガの能力使えるって話。いや、これだけマジ強くない？天才なのかもしんない。ああ、大佐出した！サガ出したかったね。さあ、対戦の方よろしくお願いしますと、さあ、オープニングハンドなんですけども、出雲トリプルゼロ超絶究極神ゴッドボールインガルピア出雲でね、始まったオープニングハンド、やっていきましょう。欲しいね、シスターズが。シスターズ、インガルピア、まあ、読み出雲。まあ、ここら辺引いてくれれば、まあ、全然悪くはないさ。竜極神、暇な確保には持ってこいなんでね、もう全然いい。めちゃくちゃいい突破だったわ。相手はコントロールデッキですね。ゴーシーコンかな。水抜きなんてものは今時ないと思うんで。まあ、ゴーシーコンでしょう。オリーブオイル。あんまな。ベルリン？うるさいって言われたんで黙りますわ。さあ、なんとか、なんとかシーン。トリプルゼロ置いてエンドしかないですね。ちょっと事故ってるね、こっちも。こっちもこっちで。でもね、これはインガルピアから、まあ、かなり潤沢なムーブができるデックなんでね。バンベイトーベン。ドン水、まあ、流星ホールとか確保されるとインガルピアが簡単に破壊されてしまう世界線がやってくるんで、ちょっときついんですけど、もう出すしかないかなっていう話ではなってくるかなっていう感じではなってくるかなっていうね。あー、どうすっかな、これは。まあでもまあ、いう、まあでもね、わざわざ、まあ破壊してくるかな、ガイアルカイザーとかで。まあ破壊されたら、ちょっときつい。ワンチャン相手がバゴパンワンブーストみたいな甘えをしてきてくれるのであれば、まあ、こっから始まる物語がありますよと。おっと、濁る？
あー、なるほどね。はい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 。世界で一番最強のカードきた。トップ、オブザデックが、よう、出雲強すぎ、めっちゃ、いや、勝ったもん。これで相手は呪文唱えられません。で、相手5マナしかないんで、もう、ブーストが間に合ってない。シャワー、ライフ系統、流星ホール、すべてが唱えられません。エターナルガードも、しっかりですね。なんともリンクした感じですね。あともうサマソニアリンクして、リソース回復しながら、ナンバーナイン。これダンシングフィーバーだったら、相手に拍手する。相手のデッキビルド力、そしてトップ力に脱帽します。だがしかしありません。トップが超絶究極神。これはもう、チコーム上神置きまして、さあ行きましょう。これに関してはサマソニア一択地ですね、これは。で、あとはもう悪立てて全悪にして、あとはサガを立てる。これで勝ちっすね。もはや、次なんか3体リンクしたら相手呪文唱えるだけだろ。おー、もうサガ出してくると。言わんばかりのドローしましたね。完璧なんじゃないかな、これは。さあ、トップ、オブザデックが流局神。これはもうでもリンクするしかないかな、3体リンクで。オメガかな。ラウドパークでもリソース回復するのもまあありだけど、まあ、オメガで殴られた時にね、盾、まあ、アンタップする方が強いんじゃないかなと。いったところでいきましょう。まあ、完璧っすね、こればっかりは。相手も呪文唱えられないんで、さすがに間に合わないかな。で、こっちももう善悪とか撃滅しけてるんで、で、ゴッドもう場から離れたくなるんで、リンクしたらね。はい、ってことで、対策者。簡単なお仕事よ、もう、出雲リンクの。さあ、対戦の方、よろしくお願いしますと、さあ、オープニングハンドなんですけども、なんとかなんとか神、出雲、インガスパイスクイーンズ、超絶究極神、出雲でね、始まった、オープニングハンド。やってみましょう。相手のデックタイプはキューブリック、ボツトかな。それかボツトドロンゴーかもしんないけども。まあ、実中ハックあるでしょうね。なんだっけ、出てこねえわ。ブルースガーの親戚みたいなやつ。ブルースですね。闇の。いや、これしかもさ、もうスパイスクイーンズしけてんだよ。もう超スーパーハイパー理想ムービーを。で、これまあ超絶究極神置くわけで、なんとかなんとかシーンも出せるわけで、クロック、2マナ使って、グレンニャ。で、次ロビーなんて来たらもう、目も当てられない。強すぎる相手のムーブメントが。さあ、出雲出したい。でも背に払う。でもね、ここでゴッド出雲置くのはね、ちょっとあれだと思うんすよね。まあ、置くしかないよな。ここで置いて、まあ次濁ったら出雲置いて、出雲っていうムーブしかないと思うんで、まあこれでいきましょう。3マナですね、相手は。3マナはやっぱロビーかな。ロビーが一番きついから、アリス。いやー、アリスか、オブねー、ロビーかと思った。さあ、ハッキング開始されていく。で、まあ次、出雲で、まあ呪文がね、入ってないんですけど、ぶっちゃけ。ブルース落とされたね。で、次、まあ出雲置いて、ゴッド出雲。出雲が2枚目なんで、まあ、ここは置きましょうか。一応、ゴッド出雲出しながら、あとはラウドパーク。ラウドパークじゃねえ、なんだっけ、サマソニアリンクして、リソース回復しながら、まあ、戦っていくしかなさそうですね。まあ、でもそんなに潤沢には動いてきてるけど、2、3の動きされてるけど、やっぱこのね、クイーンズが2マナ3000ブロッカーなんで、グレンニャーとかね、このアリスのビートを妨げてる。これが本当に強い。3マナ使ってエブリワン。4マナのターンですね。ボツトの4マナのターンで一番うざいのはホネンビーかなっていう感じではありますけど、まあ正直3体リンクしてぶん殴って、早い段階で、いやでもこれどうなんだろうな。さあ、2枚ドロー、2枚ボチ小屋しで、ブルースも落ちちゃってるから、どうすっかだな、これは。さあ、だいぶ迷ってますね。かなり、ああ、5000GT クロスファイヤー。はい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 。トップがゴッドウォール。悪くはないぞ。ゴッドウォールは強いんじゃないてか。これはなんとかなんとか神置いて、サマソニアリンクの、ゴッドウォールでこのターン守って3体リンク確定にして、するしかないよな。で、ワンドロー。で、ああ、なるほど、なるほど。
で、ゴッドウォールで守ります。エンドかな。殴ってもよかったの？いやー、殴る意味もないから、でもさすがに。5マナで圧と。クロスファイヤーとかまで来られると、結構きついかなんで、きつい。いや、強いなー、ボツソ。こっちも結構潤沢に動いてはいるんだけども、危ねえ、ほら、渦巻け螺旋でね。もうバトルゾーン離れてたら本当に発狂もんだったから。で、クロスファイヤーは来ないね。まあでも殴ってくるよな。そうなんだよな。まずいね。出雲。いや、これワンチャン。いや、きついな。あ、でも、これもう 5000GT だったら、相手の、いや、これはもうこれクイーンズ、クイーンズ、クイーンズだね。で、5000GT とかで、まあ、クイーンズ全部処理されますけど、相手の盤面も全部行くんで、これかけるしかないから、もしかしたら。まあ、GT クロスファイアはもう負けですね。負けというか、ま、縦次第なところあるけど、この時そんなにゴッドゲートぐらいしかないんで、まあ、一旦クイーンズ、クイーンズ、クイーンズ並べて、GT だったらリーサラナイス。クロスファイア絡まなければ。これで行くしかないですね。で、まあ一応トンカチして。まあこれで行くしかないよな。なんかあったか、他にいいタクが。5000GT、オッケーオッケーオッケー。リーサルはない。クロスファイクロだったらリーサルはない。全部行きますね。トンカチもされない。オッケー！屍を乗り越えていく！善、悪か。悪で、あー、これは大丈夫だね。いやー、善で耐えるか。全然前世から僕は、前菜食べ始めてるんで、全然耐えるね、これは。で、サガ。これね、ゴッドボールがあればね、で、相手はもうクロスファイアないのが、決定してる。ハンドにクロスファイアはない。で、GT も墓地に落ちた。じゃあ、もう、こっから入れる保険ないんじゃないんですか？デスゲート。7マナ、あー、忘れ